ここは私の家です。私の家です。ここは公園です。ここはスーパーです。買い物をします。ここはデパートです。買い物をします。ここはどこですか？ここはフランスです。私の家から公園は近いです。遠くないです。近いです。スーパーも近いです。遠くないです。デパートはちょっと遠いです。近くないです。少し遠いです。フランスはどうですか？フランスは近いですか？それとも遠いですか？フランスは近くないですね。遠いです。日本からフランスはとっても遠いです。公園に行きます。どうやって行きますか？歩いて行きます。家から公園まで歩いて行きます。スーパーに行きます。スーパーにはどうやって行きますか？飛行機で行きますか？スーパーに飛行機で行きますか？飛行機では行きません。私は車で行きます。私はいつもスーパーに車で行きます。デパートに行きます。デパートにはどうやって行きますか？デパートはちょっと遠いです。なので、歩いては行けません。歩いて行くことはできません。少し遠いので、歩いていけません。私は電車で行きます。家からデパートまで電車で行きます。フランスに行きます。行きたいです。フランスにはどうやって行きますか？フランスはとっても遠いです。日本からフランスはすごく遠いです。歩いて行けますか？歩いて行けません。車で行けますか？日本からフランスまで車で行けますか？日本からフランスまで電車で行けますか？車でも電車でも行けません。船は
どうですか？船で行けますか？日本からフランスまで船で行けますか？船で行けます。船で行くことができます。でも、船で行けますが、時間がかかります。時間がたくさんかかります。なので、飛行機で行きます。飛行機で行きます。船は遅いです。時間がかかります。飛行機は早いです。船よりも飛行機の方が早いです。皆さんはどうですか？家からスーパーまでどうやって行きますか？車で行きますか？歩いて行きますか？学校にはどうやって行きますか？学校にはどうやって行きますか？電車で行きますか？バスで行きますか？会社にはどうやって行きますか？自転車で行きますか？飛行機で行きますか？今日はこれでおしまい。またねー。